藤浪晋太郎2回無失点 4K 防御率 8.08。 藤とかいう NPB が生んだファンタジスタ、 MLB をも魅了するアーティスト。普通によくて草、コーナーつきすぎ、藤やばくて草、冷静に常時100マイルストレートはすごいわ。低め100マイル、100マイルエグすぎやろ。ゾーンの厳しいところにビシビシ、キャッチャーも最高や。すげえ球決まってんな。なんでこんな球持っててこんな成績になってんだ。これはリリーフエース藤浪、やっぱりこの球見るとすげえんだけどな。速さだけで日本ならそれなりにいけるわ。中継ぎとはいえ球速は大谷より出てる。当たり前のように160キロ出せるようになってるの笑う。これはマウント富士。頭に投げることなくなった。なんやこの化け物。低めの100マイル直球が美しすぎるな。惚れたわ。キャンカスビビっとるやん。オリオールズのベンチとファンは富士の虜になっている。これ阪神にくれよ。制球クソよくて草。富士にビビってジャッジは出てないのか。阪神とかいうもの。富士最高や。さすがヤンキースキラー。これはリリーフエース藤浪。世界の富士になれたんか。ガチでガチパになってるのくさ。日本人最高投手は富士で決まりました。阪神が一番損しててくさ。これを育てることができなかった球団さん笑い。これは優勝へのラストピース。やっぱり球速って正義だな。5月までは藤浪、6月からは富士。地区優勝するチームの勝ちパターンとかすげえな。普通にエンゼルスに欲しいわ。マジで圧巻の投球で草。かっこよすぎやろこいつ。慎太郎合格や。阪神に帰ってこい。